321なのもう、はい、やば。はい、始まりました、番組ですね、今日でですね、17回目になりますけども、キノピーこと木野幸久と申します。はい、なんか効果音も入るんでしょうね。これ入ってないですね。はい、頑張ってみてください。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、オープニングバタバタしてましてですね、ちょっと今こう席に座ったばっかりなんですけども、はい、今日はですね、10月5日、はい、もう今年もね、3ヶ月切ってもう早いもんですね。本当9ヶ月ももう経ったということですよね。はい、今日は一粒万倍日ってことでね、すごいいい日にね、こういう番組をね、やれるってこともですね、嬉しい限りなんですけども、一粒万倍日っていうのは、1年間で58日もあるんですね、見ましたら。はい、まあでもね、今日僕月に2回番組やってますけども、まあ、今日に当たるっていうのはいい日なのかなと。あとはレジ袋ゼロデーっていう日らしいですね。これはもともと2002年に始まって、なんかゴミを出さないためにゴミゼロっていう風な形ですけど、今はビニールがね、やっぱりその環境問題とかで、有料化して、まあエコバッグを使ってっていうことでゴミをゼロにしろっていうことではないんですね。そのビニール袋を排除するみたいな感じを今、最近はですね、環境問題 SDGs の一つとしてもね、やっぱりそういうことで、取り組んでる、まあ、国の施策ですね。はい、まあそんなね、10月5日ですけども、はい、いろんな音がしますけどもね、はい、いろんな方々がいると思いますけど、はい、まあ今日はですね、JWC、今日ね、先ほど冒頭にも、ね、画面出てましたけども、ジャパンイメズコレクションの、過去のね、過去っていうかですね、受賞者の方々2人、今日お呼びしてますので、これをね、番組見ていただいてる、方、はい、日本大会10月29日に、品川プリンスホテルクラブ EX の方で、日本大会開催します。そこにね、出ていただけるこのファイナリストの方々も今日見ていただけてると思いますんで、ぜひいろんなね、参考になればと思いますんで、そういう話が聞けると思いますんで、楽しみにしててください。はい、冒頭ね、僕のちょっと宣伝になっちゃいますけども、こういう僕の本とかね、はい、3で死ぬなら4で生きろとかね、こういう本もですね、一応僕出しておりまして、まあ何かというと、まあとにかくそのなんていうんですかね、生きることの大切さ、まあ諦めない気持ち、まあそんなようなことをね、僕の自費出版で出してますんでね、五反田のね、世界のローストビーフ丼、こちらでもね置いてありますんで、サイン付きで、買えます。自分の宣伝です。はい、まあそんな形でですね、僕も今自分の自己紹介としては、五反田のその世界のローストビーフ丼とか、まあジャパンメンズコレクション、これをですね、運営の方で、回しております。はい、他にもね、いろんなことはやってるんですけども、毎回言ってるのでちょっと省きます、そこら辺に関しては。はい、今日はですね、その僕の宣伝は短くして、皆さんね、ゲストの方々の、いろんな言葉、いろんな、皆さんね、見て聞いていただいている方への、何か、プラスになれればという形で、考えておりますので、僕の紹介はあと 1,2 分で終わります。はい、はい、何を言おうとしたかな、急に忘れちゃいましたね今日ね。はい、ごめんなさいね。はい、皆さんね、もしもしっていうか、大阪の方々も見ていただいてると思うんですけども、まあ多分その大会に関して言うと、皆さんすごい緊張すると思うんですけども、程よい緊張はしてください、絶対。はい、あまり離れして緊張しない人はダメだと思います。まあ緊張って何でするかっていうと、やっぱりその緊張するととにかく速くなります、動きが。もうとにかく落ち着いてください。速くなると、なんで速くなるかというと、自分がね、やっぱりその失敗したらいけないっていう気持ちになるので、とっとっとっと早く終わしたいっていうことの気持ちになっちゃうはずなんですね。だから速くなります。それはもう本当に深呼吸をして、それから何ですかね、ランウェイ歩くときは8メーターありますんでね、ランウェイがね、それを1,2,3 とか数えながらでもいいですから、そういうふうな形でゆっくり歩いていただければと思います。またそういう言葉も出てくると思いますんで、後で。はい、そんなことでですね、今サイレンとかも鳴ってますけども、ちょっとこれをですね、また言わなくちゃいけないもんでね。はい、コロナ対策について、演者さんスタッフの件を行っております。ギャグでしたねこれね。はい、同じようなこと
演者スタッフの検を行っております。換気50分に1回行っております。番組の理解時スタジオ内すべて消毒しています。はい、鳥越あずれ FM のスタジオには窓があり、今みたいにね、緊急車両のね、サイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますが、ご理解くださいと。それとですね、はい、番組応援の会、はい、会員募集、鳥越あずれ FM、この番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話、出演などあなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページよりお願いいたします。あと一つですね、番組への質問、これツイッター、これね、番組中に僕送ってもらえれば、宣伝じゃない、答えますので、ぜひですね、何か質問等があればですね、このツイッター、これ送ってください。番組の後半には何かプレゼントがあるということなんで、このツイッターね、ぜひ送っていただければと、またご案内します。はい、そんなことで、番組のですね、冒頭にこれ話さなくちゃいけないことなんですけども、さて、そしたらですね、僕の宣伝は、こんなもんでいいんですけど、僕ね、第1第3水曜日の20時から20時50分月2回やっておりますので、ぜひですね、これ生放送2週間後にはね、というアーカイブで YouTube にも上がりますんで、ぜひ、この番組を、見逃したっていうか、聞き逃した、見逃した、まあ、どっちもそうですけども、人は2週間後に、また、鳥越あずれ FM キノピーの、で出れば出てくるかな、9月10月かで入れれば出てきますんで、ぜひ、ご覧いただければと思います。はい、そんな形でですね、はい、今日はもう一人目のゲストをお呼びしましょうかね。早速ね、はい、じゃあ、JWC2021 日本大会で総合準グランプリを受賞された相原由紀さんでございます。はい、はい、どうぞ。はい、早速あれインスタ上がってますね。はい、相原さんの、はい、インスタ上がってますね。はい、どうもどうも、いらっしゃいませ。いらっしゃいませって、なんかはじめましてじゃない、今日ははじめまして、今日ははじめまして、今でもさっきから会ってますけどね。はい、はい、相原さんですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、皆さん見てますか？見てますね。見てる人からしか見てないですからね。はい、早速ですが、でも相原さんのね、はい、紹介をさせていただきます。はい、はい、ちょっと簡単でございますけども、はい、相原さんはイメージコンサルタント、コンサルのね、はい、仕事をしており、昨年はね、総合準グランプリ、日本大会での総合準グランプリ、獲得されて、その前はね、首都圏の大会で、総合グランプリを受賞されたっていう、はい、お方でございます。はい、はいはい、まあね、なかなかね、その1年のね、 JWC の活動の中で、うん、はい、まあ、今回ね、やっぱりコロナでね、なかなかいろんな活動ができなかったんですよね。うん、はい、そうですね、制限が多すぎて本当何もできなかったっていうので、本当にかわいそうなこの1年、その1年、かわいそうな1年って言ったら失礼ですね。残念な1年でしたね、本当に。でもまあまあ、それがね、できなかったから何かを考える時間だったり、いろんなね、時間になったんじゃないかとは思うんですけども、はい、まあ、先日ね、恵比寿の方で撮影もしたりとかね、はい、まあ、そういうことはね、皆さん久しぶりに集まったりしてね、やられましたんで、まあ、何かしらね、今年、日本大会を目指している人たちにはね、はい、来年に、まあ、受賞された人もね、されなかった人も皆さんに、ね、対して、やっぱりその来年1年間ね、何かこう、うん、僕なんかも企画をね、していきたいなと思いますので、ぜひですね、よろしくお願いします。それでですね、ちょっと写真をね、そしたら出してもらいましょうかね。はい、これ相原さんね、はい、ありがとうございます。綺麗に撮っていただきました。いいですね、これね。はいはいはい。はい、でこれが、ちょっと一つずつこう説明します、はい、これ首都圏の大会の時に、うん、受賞された時ですね。はい、そうですね。誰ですか、真ん中にいる男の人が受賞されたんですかね。それ違いますね。ですね、あ、僕ですね、はい、すみません、はい、右ですね、右ですね、一番右が向かって右が相原さんですね。はい、はい、あ、ブルーはね、はい、ブルーが多かったですね、この時ね、この時なんか割とね、そうですね、多かったですね、うん、ブルーの体の綺麗なね、ライン出るやつで、はい、もう一つ、はい、これね、MC がね、セインカミューさん、これセインカミューさんですけど、皆さん分かんないかもしれないですね。ヒゲをダラになっちゃってね、はい、はい、これ首都圏のね、僕の知り合いの会場でやった時のね、はい、やつですけども、相原さんがね、右側にいますけども、はい、はい、これ首都圏の時ですね。あとはありますかね、はい、はい、
まあ真ん中どうしても僕センター取っちゃうんですよね。そうですね。別にセンター取ったつもりもないんですけどね。まあこんな感じでですね、和気あいあいとね、何か楽しく水着のじゃんけん大会もありましたけど、この時ありましたね。僕はね水着いっぱい持ってたんで、なんか協賛企業さんがね水着で、今年もね協賛企業さんね水着ついてますんで、沖縄の水着の協賛とあとは恩納村のカフェも、プレゼントついてますんで、受賞されたら皆さんいいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、であとは、これはねウォーキングレッスンのね、まだ始まる前の時ですね。ちょっと、はい、私のラマ T シャツがちょっと、ね、ちょっとやだわ。いいじゃないですか、ね、息子のを着てて。あ、そうなのね。で前にいるね2人がウォーキング講師で、前にいる2人って誰だ、うん、俺も入ってるの、僕の隣2人ですね。この隣にいる子はミスユニバース千葉代表とかインド世界大会に行った子なんですけどね、うん、うちのローストビーフの、スタッフでもあるんですけども、うん、あとはねミユクさんね、今回もね、はい、日本大会で、ウォーキングの講師指導をしますんで、うん、ど真ん中の、ミユクさん、うん、あちらの方にいますんで、関西から来ますんで、はい、ぜひですね。あとは何か首都圏のありましたかね。はい、うん、はい、これはもう受賞した時ですね。そうですね、はい、ど真ん中で。でも本当青多かったですね、これ見ると ね、よく見ると青が 3人、うん、3人目立ちますね、やっぱり ね、最近やっぱりスパンコール系が多いんでね、大会にはね、はい、だけど、うん、この時はそこまではあれなかったのかなって感じですね。はい、こ、は、れ、い、が2020年のね、小川恵子さんですよね、これが ね、はい、小川さんもね、今回、どこだ、日本大会の時もお手伝いしてくれるんですよ。あ、そうなんですね。受付の方を手伝うんだなんて、なかなかドレス着る機会がなくなっちゃったから着ていくんだっていう話を小川さんも、この人もバリバリね、ウェブ投票ではトップです、ナンバーワンですよね。すごかったですね、勢いがすごかったですね、この人もね、もう選挙でしたね本当に。まだウェブも重要だってことも考えてて、はい、これがね、去年の、まあ、首都圏の時の8名ですね、これがね。うん、そうですね。はい、ここから選抜っていうか、全日本大会行ってから、実証された人が何人か、はい、この中でいますんでね、うん、はい、っていうような感じで、原さんがこういうふうに、はい、ありがとうございます。ですね、これが受賞の時の賞金、はい、賞金じゃないか、分かりやすい、副賞ですね、副賞です、目録ですね、賞金ちっちゃいけど、賞金飛び交ってましたけどね、はい、何かね、現金が、現玉が飛び交ってた首都圏大会でしたね、あの時ね、審査員がいきなり、プレゼントしますって現金をね、ポポーンって投げてきたね、棒、はい、いましたよね、すごかったですね、はい、あれね、いきなりね、あれもリアルでしたよね、はい、まあそんなね、楽しいね、ちょっと首都圏の大会でしたんでね、はい。まあこれはまだ後にしましょうかね、はい、はい、そしたらですね、まあこれが今首都圏の大会の、うん、様子なんですけども、はい、あ、質問事項忘れてない、ごめんなさい、はい、そしたらあやさんね、うん、ちょっと質問形式でいきますかね、はい、そしたら、はい、コンテストに出ようとした、はい、まあ、きっかけとか、はい、何かこうなんでじゃあ 出ようっていう風になった何かあるんですかね、うん、はい、はい、皆さんについて、はい、私の場合はですね、まあ、今20代の頃に、まあ、モデル業とかちょっと、まあ、表に出るような仕事をしてたんですけれども、うん、まあ、子供を授かったということで夢半ば諦めて、まあ、専業主婦になったんですね、うん、でその後ずっといろいろ紆余曲折ありまして、無縁な、まあ、人生というか生活を送ってる中で、うん、やっぱり自分がこう魂が喜ぶというか、その、まあ、モデル業であるっていうところがすごくやっぱりやってみたいお仕事だったんですね。ただ女性ってこう年齢を重ねていくとこう数字に縛られてしまうというか、この年からできるのかなとかやれるのかなって、こう一歩踏み出せばいいもの、自分でこう年齢を言い訳にしてやっぱり一歩踏み出すのは怖かったんですよね。だから正直フェイスブックとかでも年齢を特に何歳ですってあげることもなく、まあ、見た人が感じてくれればいいかなぐらいにしてたんですけど、ある時にですね、やっぱ周りからそういう思いをこう伝えてった時に、挑戦すればいいのになんでやらないのっていう言葉をすごくたくさんいただいたんですよ。でそうなった時に、あ、じゃあ今の私でもやれるのかなってって思っていた時に、ちょっとこのコンテストのお話が舞い込んできて、全く私は正直コンテストなんて無縁だと思ってたんですけれども、こう自分が変わるきっかけの一つになるんじゃないかなと、
やっぱりこうコンテストの出ると見た目だけではなくて内面もいろいろ自分を振り返ったりですとか、自分は何をしていきたいのか、その本当の自分にこう向き合う時間がすごく多いんですよね。でそれをやってた時に、あ、覚悟を決めてもうフェイスブックに私何歳50代部門で出ますみたいな感じのもう宣言したんですね、自分にちょっとこう覚悟を決めるために。そしたらですね、意外にちょっと反応が怖かったんですけど、あのすごくいいコメントをたくさんいただいて、その50代で新しいことチャレンジするってすごいですよねとか、逆にその年齢って初めて知ってびっくりですとか、はいはいはい、いろんなお声をいただいて、ちょっと今まで思ってたものがパンと弾けたというか、自分で結局自分の可能性を縛ってたのかなっていうのがありました。なのでそこから新しく変わりたいっていうそういう思いで挑戦したっていうのが一番ですね。やっぱりそういうきっかけが、ね、大事で、はいはい、僕もね、皆さんのきっかけ作りをしてるのが僕、この大会のね、僕はそのいいとこだと思ってる、はい、それによってやっぱり人間が変われるっていうのはすごいいいこと、はい、とそれに出たことによって皆さんの自信につながるっていうのが一番いいのかな、はい、あの食生活とかそういうのっていうのはなんか気をつけてたことありますかね。あの私本当に全然気にしてない、気にしてない、はい、全く気にしない、うん、ラーメン食べるは、うんうん、本当に普通に何でも食べちゃう人だったんですけど、うんうん、やっぱさすがにね、うんうん、大会までの1ヶ月はですね、禁酒しました。大好きなお酒を、お酒を、お酒を断ちました。はい、はいはい、やっぱ糖質ね、取るとやっぱり体のラインもあれですし、むくんだりしますしね。そうですね、あと家の中でやっぱりね、15センチ以上のヒール、やっぱロングドレス着るのにそれぐらいのね、やっぱヒールを履くんですけれども、うんうんうん、家の中で履いて生活をするっていう、うん、はい、ことをやっぱり履いて、その高さを自分で体で覚えさせるっていうことはしてましたね。ただでも 足のケアもしないと疲れちゃうんですね。そうですね、足がね、もちろんね、それだとね、お風呂にはちゃんと使って、うん、そういうことです。マッサージ、セルフマッサージもしますし、ね、やっぱりその外の手もお借りして、うんうん、全身こうデトックスって言いますか、うん、リンパマッサージしていただいたとかっていうのはやりましたね。そういうケアの部分ですよね、はいはいはい、うん、そしたら日本大会の、写真出しましょうかね、日本大会の時のね、うん、そしたら、はい、はい、これ日本大会の受賞した時の総合1に、はい、1,2,3 ですね、はい、これが総合のね、はい、相原さんが向かって右と真ん中が大野さん、はい、これ日本大会の時にこの真ん中の大野さんが、ちょっと世界大会にちょうどぶつかって、うん、やっぱり延期で、はい、ちょうどねこの日本、今年のね2022の日本大会でぶつかって、うん、ちょうどフィリピンの方でね世界大会に行ってますので、うん、ということでちょっと不在になります。はい、で、あとはサーラちゃんも来ます。はい、で他の写真ありますか。はい、あ、同じの拡大アップです、ね、アップバージョンの最後、ね、アップバージョン、はい、これあの2021年の 1,2,3 という形で、うん、皆さんねふさわしい方がなってるのかなっていう感じですね。ありがとうございます。はい、これも同じか。はい、同じじゃないかな、これ。あ、これがね、皆さんあの見てる人はこれ、ここが会場になります。今年も同じ会場です。真ん中のね丸いところがね、これね、去年はこの3人で回しましたけど、そうですね、今からこれ僕演出家じゃないと言っちゃいますと、はいはい、僕全部アドバイス入れてるんで、はい、うん、今回は8人が選ばれて8人が回ります。前回は5人が周りで見てる状態でこの3人がぐっと回ってたんですけど、はい、8人とも回します。回しましたってそんなあのジェットコースターみたいに速くないですよ。これ1分間で、はい、一周しますんで、はい、皆さん大丈夫ですんで、はい、あのポージングをした状態でガーッと、はい、うん、全員にこう顔いい顔して向けていただければと、ね、はい、これはもう全員にチャンスありますので、全員できるような形して、はい、できる感じというかできるでしょう、ね、まあ、目線どこに配るか、そうそうそう、この8人で、ね、このまま回しますんで、1,2,3,4,5,6,8人ですね、はい、これがこの8人が受賞したトップ8人、トップ8ですね、はいはい、がずっと回るような形になりますんで、うん、楽しみですね、楽しみにしててください、ね、この会場ね、本当にね、丸い会場でなんかオペラハウスみたいな感じでいいとこですんで、うん、はい、他はありましたっけ。あ、まあまあ同じですけど、この並びをねこういう感じで、この中で3人出てきてもらって、3人をぐるっと回って、うん、周り5人が見てたって感じでしたよね、うん、この時 ね、 ちょっとなと思ったんで、僕今回ね、はい、演出の部分でもちょっと入ってますけども、はい、全員回しましょうっていう形で、うん、はい、あ、それはその前の年ですね、はい、まあまあでもこれも、その前の年の時に、こういう形で、2020年ですね、うん、そうですね、だから19のと20が入り混じってるのかな、これはいろいろと、うん、そうですね、19、20、20から21か、うん、になる時ですね、その前の年ですね、はい、そのこの後で出る小松さんはその前の年ですね、だからちょっとこの中にもいないんです。
ですね。はい、はい、まあ、こんな感じでね、華やかにね、いろんな形でやると思いますんで、うん、そしたらですね、イメージ皆さんね、あの、ある、あると思うんで、動画を出しながらちょっとその、うん、ダイジェスト版の、ね、動画ね、皆さんにね、多分流したっていうかね、あの、送ってると思うんですけど、一回ちょっと、はい、流しながらちょっと、はい、あの、話してみましょうかね。はい、そうですね。うん、かっこよくね、作ってくださったんですよね。今年まで作る予定ですね、皆さんね、かっこよくね、歩いてくださいね、皆さんね、はい、カメラが来たらもう映ると思って、いい笑顔でね、そう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 構えていただくといいかななんて思いますね。そう、今回ね、本当に一発勝負ですんで、ドレスウォーキングだけ、ドレスウォーキングをして30秒のスピーチで、スピーチが終わったら一礼すると、うん、この前もね、 LINE の方でも送りましたけども、はい、エントリーナンバーは言わなくていいです、うん、MC の方でエントリーナンバー言いますので、名前と、スピーチをやって、はい、でスピーチの今回テーマ設けておりません、なんかね、テーマは設けないです、はい、設けてないです。30秒間、はい、じゃあやっていただいて、自分の魅力を存分に発揮できる場ですね。そうですね、だからどういうことを自分がアピールするのかなっていうのを逆に見たいのでね、はい、見たいっていうか、僕は審査員じゃないんですけども、実際ね、いや、聞いてる側も僕はいるんですけど、やっぱりそのテーマを設けちゃうと、大体割と同じようなことを言って、言ってって言い方もおかしいな、はい、何かね、なんか似たり寄ったりかなっていう部分が多いので、あえてテーマを設けない方がいいのかなって気がしたので、ちょっと今スピーチの話が出たんで、ちょっと私 MC という司会の仕事もやってたりするので、まあ自分が出て感じたことなんですけど、やっぱり皆さんね、緊張しちゃうんですよね。でもちろん言うことを忘れないようにと思って、ちょっとまあ文章丸暗記的な、なんか読んでる感っていうのがちょっとある方もいらっしゃるなっていうのを私出てて感じたんですよ。でまあこれからね、迎えるにあたって皆さんいろいろ詰めてらっしゃると思うんですけれども、やはりその伝え方っていうのって、その覚えてることを喋るというよりは、さっき言ったように、そのなぜここに出場しようと思ったのかとか、その思いっていうものを、あの、間違えちゃいけないっていう自分のベクトルではなくて、向こう側にいる方たちに向けて、私はこう思ってるんですよっていうことを伝えると、自然に手とか目線とかが皆さんにっていう形で、あの、表現できると思うので、ぜひ内容、話す内容はこういうことだって箇条書きにしといたら、あとは当日感じたことをそのまま話すっていうようなことをされると、まあ、そういうもちろんね、練習は必要ですけども、そうですね、そういうことされるとすごく伝わるのかなと思います。はい、そうですね、ただやっぱりだらだら喋るんじゃなくて、喋るとやっぱり相手に伝わるものもね、伝わりづらいと思うんですよ。だから僕はね、大体統治法的なことが一番ね、インパクト強くて、これ芸人さんもよく言ってたんですけどね、私は何々だ何々だから、これはね、マツコさんなんかもね、よくね、言ってますけども、私は何だってことを言っちゃうと、何々っていうふうに聞きたがるんで、なぜならば何々が出てません今ね、ちょっと何だからっていうね、ことを言えって、やっぱりそういう形が取った方が、インパクトも強いのかなって気ます、しますよね。最初にドンとね、伝えたいことを、まずこうですけど、私こうするんだってことをね、なぜならばこうだからっていう形をね、統治法的な言い方はインパクト強いかなっていう気がしますね。箇条書きに何々で何でって言ってる人は、あは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 あで終わっちゃうのね、なかなか難しいとこはありますんでね。まあ30秒っていうね、時間って、なんだろう、よくね、大会で15秒って大会もありまして、はい、だからもう30秒ってね、まあ、あるようでない、ないようであるような時間なので、あの、端的にね、やっぱりこの30秒でまとめられるように、まあ、30秒過ぎたらチェーンってなるかもしれませんね、もしかしたらまた前回もやるなるとドキッてするんですね。なるんですよね。でもやっぱりこれ、1年間の活動の中でテレビとかラジオとかいろんな番組がありまして、やっぱ尺って決まってますから、尺の中でいかにまとめられるかっていうのが大事でね、そういう能力っていうのも試されるって部分もね、この時間でいかにまとめられるのかっていうのも大事だと、あとはとにかく人に、あの、聞こえるようにトーン ね、これ大事なんですよ。やっぱり聞き取りやすい声、聞き取りづらい声って、やっぱりその人間、やっぱりその滑舌の問題もあるんですよね。聞き取りづらいとか、何言ってるかわからない、やっぱりそのすごいいいこと言ってるんだけど伝わらないっていうね、何かそういうのって寂しい、もったいないって部分もありますね。ぜひね、ウイロウリっていうね、あの、検索していただくとあるんですよ。拙者親方と妄想で、いろいろ、それね、劇団四季とか、はい、そうです、劇中じゃひまわりとかでもなんか先輩やってました。役者さんは結構これ口滑舌よくするために必ず使われてるんですけど、はい、ぜひちょっとチェックして、滑舌ちょっと悪そうだわっていう方は、大会まで毎日それを読み上げるぐらいのことをされるといいのかななんて。そうですね、大会の前日のリハーサルはスピーチは一応喋ってもらう
らいますけども、うん、簡単に、うん、ただスピーチのレッスンはないので、うん、ぜひそれまでに仕上げていただければと思います、うん、ウォーキングはね前の日に一応全員ウォーキングのレッスンは一応90分やりますので、うん、最後仕上げていただければと思いますので、うん、で会場とね同じサイズでの一応、リハーサルの会場、うん、バミって、8メーター、ランウェイあります、はい、そのトップに、丸いところがありますので、うん、一周するっていう形にはなりますんでね、はい、ね、グランドチャンピオンです ね、 はい、ですね、小野さん美しい、小野さんね、はい、ちょっといない、世界大会頑張っていただきたいです ね、 はい、小林いますねで真ん中のねちょっとね上がってるところがグッと回る、はい、こんな感じでね、はい、8人が回るわけですね、はい、今年は、はい、でちょうど全体 の、 ランウェイと部分は、はい、なんだろう、60センチ上がってますね、うん、はい、そんな感じですね、はい、まあこんな感じが、日本大会になりますので、ね、ぜひイメージングを、はい、自分がここに立ってるってねイメージされるの大事ですからね、はい、そんな感じですね、はい、はい、そんな感じですね、ちょうど終わりましたね、はい、はい、あとねじゃあ日本大会に進む皆さん見てると思うんで、はいはい、一言ちょっと最後に、はい、最後に、はい、そうですね、うん、もうね29日でしたっけ、うん、29日まで本当にもう何週間かしかないと思うんですけれども、うんうんうん、まあとことん前日までもう悔いのないようにスピーチもウォーキングも含めてやるべきことをやって、うん、当日はもう楽しんでいただくのが一番ですね、うんうん、少しの緊張感というのは大事なんですけど、うんうんうん、やっぱり楽しむということをされるとそれが前面に表現できている、うん、皆さんにやっぱ魅力として映ると思うの で、 うで、ね、審査員にアピールできると思います、はいはいはい、そんなことで、はい、私を見ろって言ってね出てください、もう私を見て、女優になって、そうそう、そこです、そこです、はい、なりきりましょう、そうです、はい、はい、じゃあ皆さん、はい、じゃあありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、じゃあ次のゲストさんありがとうございます、はい、また最後に出てきてもらいますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ次のゲストはですね、はい、僕つないでますけど次のゲストはですね、いきますよ、いいですか、はい、いいですか、はい、はい、ゲスト変わりました、はい、こんにちは、はい、あ、こんばんはだ、皆さん、こんばんはですね、はい、皆さん、よろしくお願いします、ね、小松直子さんです、はい、はい、よろしくお願いします、小松さんのね、ちょっと紹介をね、はい、僕簡単にさせてもらいますけども、小松さんはね、JWC でも2019年ですね、はい、19年の世代別40代の、はい、準グランプリを獲得されて、はい、あとはミス日本とか全日本着物グランプリ、はい、ミスコンとかいろいろ出ててですね、はい、今はね、現役でモデルやりながら、はい、インフルエンサーとして、ね、フォロワーが9万5千人、はい、ね、10万超えももうそろそろだっていう、10万までね、はい、もうそろそろいきますよね、はいはいはい、でまあ、いろんな美容家としてもね、はい、活躍されてる、女性でございます。すごい詳しい、はい、詳しいって情報もらってるんですもん、あそこはいはい、であとはまあ後で流しますけど、はい、YouTube でもね、はい、大人女子の輝かせ方、輝かせ方、まあ、だね、そうです、そういうのの YouTube に上げて、覚えてくださってありがとうございます、ね、書いてあるだけなんですけどそう、ね、はい、はい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 、そしたらね JWC の時のちょっとなんか写真あったら ね、 ね、皆さん見てもらってるんで、はい、ぜひぜひ、はい、2年前3年前になるのか、もうそうするとね、懐かしいですね、わかりますか、はい、はい、これねステージ上段にないんですけど、撮った写真ね、これ JWC の ね、 ね、はい、やっぱりスパンコール系のねキラキラのね、ゴールド系、ゴールド系、これゴールド系ですね、ですよね、これね、そうですね、マーメイドのね、はい、マーメイドね、マーメイドスタイルって結構多いですね、まあこれはもう皆さん自由なんですけどね、綺麗に見えますよね、そう、皆さんドレス多分決まってもうね、うん、動いてると思うんでね、はい、やっぱり自分に合ったもんで、マーメイドが絶対とは言わないんで、別にこれは体のラインは 出やすいっていう形のね、出やすい感じ、出やすいっていうね、はい、いう形のそのドレスで、はい、これはなんかいろいろ上がってますけど、まあまあこれ大会の時ですよ ね、 そうですね、2019、これはどこだっけ、銀座でやった時かな、銀座です、ね、銀座の時ですよね、銀座の、あ、銀座のとこですよね、あそこですね、会場ですよ、ね、結構人来られてましたもんね、すごいいっぱいでしたね、はい、まあ、コロナのちょっと前ですもんね、だからですね、その後からですね、2020からラーメン、そうなんですよ、ちょっと盛り上がってますね、うん、あ、ツイッター、プレゼントがあるので、ちょっとプレゼントを、はい、ツイッター、これね、なんかプレゼントしたらツイッターに、あ、ここね、はい、はい、じゃあちょっと、はい、読みますかね、はい、プレゼントがちょっと、あ、プレゼントはね、いい、あ、ツイッターね、ここのツイッターに、はい、
送ってください。これいいですか。今日はね、あの皆様にちょっとプレゼントがあるので、はい、あの洋服をプレゼントさせて、洋服を欲しい人はいと思います。で、あの抽選になりますんで、一人だけ抽選、あの一応一人早い方 に早い方って言ったらこれじゃん。今宣伝してこれ動画そうしちゃダメだよな。そっかそっか、ダメですね、うん、じゃあ一応後で話しますんで、はい、今ツイッターに来たのは、これは何ていうの、かなむぎさん、金麦さんですね。金麦さん、はい、あ、そうですか、なんかビールですかね、はい、小松菜子さんに質問です。美容に関して毎日欠かせないこと、欠かさないこともありますかと来てますよ。欠かせないことね、うん、でもいろいろね、やっぱりその、はい、あのやっぱり年齢をね重ねていくといろいろやっぱりあの気をつけなきゃいけないことたくさんあると思うんですけど、うん、やっぱりストレスをためないでね、うん、毎日を楽しむことです。はい、それが免疫力を保つってことで、ね、いろいろほらやっぱりその、うん、外見的なことはたくさんあると思うんですけど、うんうん、やっぱり中がすごい大切で、うんうん、やっぱりストレスをためないで毎日を楽しくね、やっぱりそのさっき言ってましたけど、その生きてることをね本当にこう感謝しながらっていうことすごい大切だと思います。それ素晴らしいことだと思うんですけど、うんうん、一つ一つをね毎日丁寧に楽しく生きていくってことがすごいね大事だと思います。そう、楽しむってことも僕思うんですけど、はい、やっぱりその世の中や、ね、嫌なことあるっていうんですけど、うん、はい、嫌なことって自分が嫌だと思わなきゃ嫌なことって世の中に何もなくなるわけですよ。あ、なるほど。だから嫌だと思うことはなんで嫌なのかなって、うんうんうん、嫌だと思わないような何かを回避できるようなことになれば、はい、楽しく生きられるような感じです。確かに考え方ですよね。そうそう、考え方だって、僕はこれ嫌だけどこの人は嫌じゃないかもしれないし、うんうんうん、だからその考え方を変えることで楽しさっていうのは増すと思います、うん、あ、素晴らしいです、はい、でもう一つね、はい、質問です。いろいろなコンテストに出られていますが、はい、今後またコンテストに出られることはありますでしょうかって。いやな、もうないな、出たくないですね出たくないですねっておかしいですね、うん、あのたくさん出たので、うん、出る人がいるんですからこれからね、ごめんなさい、まあ、すいません、うん、でもね、あのこれはたくさん出たので、うん、そういう経験を生かして、そういうね皆様にアドバイスはいいんですけど、うん、自分はちょっとなんかもう、はい、卒業したかなっていう感じです。そうですね、コンテストってやっぱり何回も何回もそれが自信につながってるから、ね、今自分の自信につながってるここだと思うんですよ、はい、もういいっていうのはもうそれだけ経験して、いろんなとこ出 て、ね、出てきたから、はい、自分だから今があるんだと思うし、うん、皆さん今ねチャレンジしてるところな状態ですから、はい、それを一つの、ね、はい、自信につなげてね、先ほども言いましたけど、うん、出ることによってみんな自信つながります。そうなんですよ、はい、ある程度自信が来たら、うん、もうちょっといいかなって思える自分がいるので、自信が来たら、はい、いいらしいですよ震度5ぐらいが来るらしいですよ震度5が来たので、ね、震度10ぐらいかな10ってダメだ、死んでますよ震度10なんて。あ、卒業ね、卒業して、まあ機会があったらね、なんか挑戦してみたいなっていうのありますけどね、はい、あれ、はい、もう写真これだけでしたっけ、あとは何かありましたっけ。あ、まあこれもそうです ね、うん、あ、これ年代別のね、30代の子と一緒に。あ、そうね、この子も大きかったな、ね、うん、そうですね、そうそう、ね、栃木、同じなんか似てるドレスで被ったねなんて喋ってたんですけ ど、ちょっとコンテストって結構ドレス被りやすいんで、さっきも言ってたんですけどね。いや、これはね、本当そのね、そう、青が多かったとか、そうなんですよ、その翌年赤が多かったとか、なんか面白かったんですけど、ね、ちょっと個性的にね、自分なりにもっとちょっと着こなしたりとかね、するのがいいのかな。そうね、それがいいと思います、はい、あとありますか写真。はい、はい、これインスタのね、はいはい、最近の写真ですね、うん、最近はこのインスタでね、やっぱりシエンさんっていうお洋服のシエンさんね、たくさん宣伝させていただいてて、そのお洋服なんですよ、素敵な秋、はいはいはい、秋の、はい、今日はでもこのシエンさんの洋服をプレゼントじゃないですもんね、ここはプレゼントするわけじゃないですからね、今日は、はい、違うんですね、今日は、ね、はい、すごくね、いいんです、これもシエンさんのお洋服で、うん、なるほど、これもすごくね好評で、うん、素敵なお洋服です。そうですね、やっぱりその、うん、コンテスト出てから今こういう形でね、今自分が変わってきてますよね、はい、今はもうモデルファッション ね、 そ、 ね、そっちの方でね、はい、うん、ちょっとね、いろんなこうね、お洋服着させていただいて、そうね、やっぱりそういう風に自分のとこにね、うん、インスタにバンバン上げたりとかね、服が好きで上げてたから、うん、そういうね、メーカーさんからオファーが来たりとかね。そうですね、ファッションが本当に前からやっぱりすごい好きで、はいはいはい、もうそういう路線をね、たくさんこう出してたら、やっぱちょっとこうご縁で、うん、お洋服屋さんとかね、だからどんどんやっぱり自分を発信していくってことですよね、うんうん、あ、すごい大事だと思います。やっぱり SNS とかね、その誰が見てるか分かんないっていうところでね、そうね、
なんですよ。どん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 広げていくと、それをキャッチしてくれる人間が出ているはずなんだよね。そうなんですよ。だからもう諦めないでね、うん、そこはね、自分の好きなところをこうね、うん、こう行ってほしいなと思います。うんうん、貫いて。まあね、うん、いろんなところにビジネスチャンスは転がってるので、誰が拾ってくれるかね、そうなんですよ、分からないんでね。インスタって本当にいろんな人が見てて、ね、本当本当外国の、ね、方もそうですし、本当にね、広がりますよ、広がりますよって、まあ、広がってもね、変なやつに捕まらないようにしてください ね、 ね、分かんないですよ、こればっかりはいろんなね。そうなんですね、まあ、ね、そこはもう気をつけていただいて、そう、見ず知らずの人なんでね、そこはね、はい、間違いないってところをね、はい、選択していただければと思いますよね、はい、ぜひぜひ、はい、コンテストの時ってもうね、3年前になりますけども、はい、そうですね、まあ、どんな気持ちで取り組んでたら忘れちゃったから、もう、いや、どう、ね、どうだったろう、ね、でもなんかやっぱり自分をね、変えたくてとか、なんか久しぶりのコンテストだったので、ちょっとすごい緊張したの覚えてます。そうですね、やっぱりその、何かコンテストに出るってやっぱりチャレンジするってことは大事で ね、 でね、先ほどもね、相原さんも言ってたようにね、本当誰かがそういうきっかけを作ってくれて、誰かがやっぱりその背中を押してくれて、自分がじゃあやるかっていう風に形になると思うんですね。モチベーションもね、こう上がりますしね、こうやっぱり美意識も高くなったりとか、そうですね、はい、やっぱりね、さっきも言ってましたが、食生活に気をつけたりとか、こう立ち方振る舞い方とかね、やっぱり見られることをちょっと意識してくるので、すごくやっぱいいきっかけなのかなと思います。そうですね、ウォーキングレッスンとかすればそれでね、やっぱりそれを自分のものにすれば、ウォーキング、それでね、そのままウォーキング講師になってる人もいますしね。そうなんです、14センチヒール履きましたから、もうやっぱりそれでこけたりする人もいっぱいいたんですよ、当日、やっぱり緊張していて、だからね、すごい私も練習してよかったなと思いました。そうですね、だから14センチってのが一応コンテストの基準ではあるんで、ね、あ、基準なんですか、基準です、14センチ、基準です。でも19センチの人履いてる人もいたんですよ。まあ、それはそれですけども、要するに自分の、歩き方に合ったヒールを履いてください。あ、まあ、14センチは一応ね、コンテストの基準のサイズなんですけども、絶対それとは言わないので、背が小さいからって言って結局高いのを履いてね、でなんか鶏みたいな歩き方をしてる人がいてね、こんなになっちゃってね、それはね、もう絶対危ないです、もう膝も曲がっちゃうしね、本当やめてほしいと思います。自分に合うサイズのね、そう、やっぱりその綺麗に見える、そうです、そうです、そうです、ヒールを履いてほしいですね、そう、ぜひ。そうです、そうです。だから別に背のね、大きい小さいっていうのはそこまでね、関係ないです。とにかくまず綺麗に歩けてね、っていう部分が大事です。でやっぱりその堂々と歩くことです。はい、はい、ですよね。そうです、そうです、はい。これがぎこちない歩き方してたら、マイナス要因になりますよ。はい、ね、僕も審査員はね、いろんなところで入ってますけども、確かに今回審査員には僕入らないですけども、まあ、審査基準の一つってやっぱりそういうのも見てます、ウォーキングっていうのも一つのね、審査、確かに、ウォーキングスピーチね、なんかね、堂々とね、ちょっとやっぱり歩いた方がいいのかなと思います、ちょっとこう緊張もあるんですけど、なんか私それ覚えてます、うん、私もなんかいつも自信ないんですけど、歩き方だけは堂々として、堂々としてるんですか、堂々としてました、堂々としてるね、はい、そう、先ほど僕は何でも言いますけど、やっぱり私を見てっていうのね、ね、そういう気持ちでね、ドーンとやっぱりその審査員の方ポン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 、今回ね、審査員8人います、けども、いろんな有名な人もいますけども、はい、私を見てってパン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 と8人ね、もう釘付けにしてください、ね、今回お客さんは入られるんですか。あ、入ります、入ります、はい、皆さんもね、呼んでいただいてると思うんですけども、お客さん入ります、はい、ただそこまでの人数はバーってね、満員になってももうなんていうの、もうもめくちゃなるほどは入らないと思いますんで、はい、見てる方がいるとやっぱり私たち出る側もすごいやっぱりいいと思います、こう見てるってやっぱり思うので、はいはいはい、いないよりはよく言うんですけどね、あんまりこういると、はい、緊張しすぎて、あ、よくじゃがいもに思えとか人間をと思わないでね、人間と思うから結構緊張する。なんか会場でも暗い、暗くて見えないんですよ、ステージから、まあ、スポット当たってますからね。あ、そうなんですよね、歩いてる子たちにはスポットっていうか光当たってるんで、はい、様子も見づらいです。見づらいですね、はい、はいはいはい、はい、とにかくね、ドレスをね、引きずらないように、引っ掛けないように歩いてください、ね、そこすごいちょっとポイントですよね。私もそこすごい気をつけました、ね、まあ8メーター先で言って8メーターのとから丸いとこを先ぐるっと回る感じになりますんで、でまた8メーター戻りますんでね、はい、っていう感じで転びやすいですね、はい、
そのトップのとこでスピーチやるような感じになりますんでね、うんうんうん、ぜひですね、楽しみですね。楽しみ、まあね、来年以降もね出たい人いたらね、うん、ぜひぜひこっちに声かけてくださいね、はい、ぜひぜひ。本当にそう、自分変えるチャンスですね。そう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 、まあね、あとは今小松さんがね今いろんな、はい、あれあと何のあれやるんですか、 YouTube か、 YouTube も、はい、もうぜひねちょっと、はい、はい、宣伝していただけると嬉しいですね。彼女がね今先ほども言った大人のなんか美しい、何でしたっけ、はい、大人の、うん、大人女子の輝かせ方っていうね、うんうん、番組をやらせていただいてるんですけども、はいはい、毎月ねいつも更新してるんです、うん、今回ちょっとロケに行って、うん、まだねYouTube 上げてないんですけど、うん、初めてのロケ企画でちょっとエステの方を、うん、ビューティーを中心に流してるんですよ、うん、YouTube を発信してるので、うんうんうん、今回は初ロケでちょっとエステの方に潜入して、うん、皆さんにねいい情報をちょっと届けてるので、なるほど、ぜひぜひ今月もしできたらアップする予定でいますので、こちらも私のねインスタのプロフィールに貼ってますので、はい、ぜひぜひ見てください、はい、じゃあちょっと流してみます。流してください、ぜひぜひ。あれ流れるかな、流れるかな、お願いします。来た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 、これです、大人女子の輝かせ方、はい、これですね、あ、これですね、はい、はいはいはい、もう、はい、自宅で撮影してますので、自宅なんですよ、いい自宅ですねいい自宅ですねで今回は、うんうん、もう外で、うん、ロケも楽しいんですよ、うんうんうん、YouTube、うん、楽しいです、外の方が良さそうですね、やっぱり ね見てる人っていつもやっぱ家だから、まあ皆さんほら YouTuber の方も家とかで撮ってますよね、うんうんうん、外で撮るのも楽しいです、はいはいはい毎日の努力がって書いてあるね、日々の習慣がね、そうなんです、毎日の努力がね本当に積み重ねですよね、やっぱりね、積み重ねですよ、はいはい、何でもそうだと思いますよ。最近私薬膳鍋のちょっと案件で薬膳鍋を薬膳鍋ね、はいはい、食べてきたんですけど、うんうんうん、いいですねやっぱり薬膳鍋、うん、生薬がね、うん、やっぱり体にいいんですよ、だからそういう体にねいいものを取り入れたり、うん、やっぱりね日々の努力が大事だなって本当に思います。そうね、だからそういういいものいいものってあるけど、うん、何にいいのかね、よくね、うん、みんないい食事のいいものって、うん、体にいいからかなりな体の何にいいとかさ、それ知らずにいいからいいから取り入れてる人もいますけど、やっぱり自分は、ね、はい、まあ、何を欲してるとか、うんうん、何が必要なのかとかね、そういうのも大事だと思うんですよね、はい、そうですね、うん、自分は鉄分が不足してるから鉄分だとか、確かにいろんなものを自分のまず体をね分かって何が必要なのかっていうのを、うん、摂取するってことも大事。女性は鉄分とかビタミンとかね、もちろん少ないですよね、やっぱりすごい、はい、うん、大事ですね、うん、そう薬膳鍋食べたことありますか？あります、あります、すごいいいなと思って、うんうん、なんかすごい代謝が良くなった気になりますよ、すごいもうポカポカしてなりますよね、すごいね、いや、うん、もうすごいなと思いました、うん、現役の薬剤師さんがオーナーのお店なんですよ、すごく、ね、おすすめなんで、私のインスタを見てぜひぜひ、うん、行ってみてください、いいと思います。皆さんもね、いろいろ見てる人もね、いろんなね、はい、食事、いろいろ気使ったり、いろんな美味しいものを食べてると思いますけどもね、はい、はい、ぜひぜひ、うん、これインスタですもんね、インスタですね、毎日ね、はい、更新してますので、うん、ね、毎日見てくださってる方、いっぱい乗っかってますね、外国のね、方もたくさん見てくださってるのでね、うんうん、本当に世界中をつないでるじゃないですか、インスタって、うんうんうん、すごいですよね、ね、本当に、ね、言葉わからないんですけど、うん、本当にアラビア語かな、うん、なんかいただいたりとか、読めないんですけど全然、うん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 、なんか本当にいろんな国の人がね、はい、見てくれてるんだなと思って、なるほどね、嬉しくなります。女性の方もね、うん、向こうのね、うん、アラビアの方かな、わかんないですけど、うん、はいはいはい、はい、なるほどなるほど、はいはい、まあ、現在ねそういう風にね、はい、小松さんそういう活動をねされておりますね、はいはい、あとみんな出したんでしたっけ、出しました、 YouTube ね、そうですよね、はい、はいはいはい、そうです、あれだな、 YouTube インフルエンサーで Twitter が来ないからね、誰もね、もう誰にもプレゼントがいかないですよ、ね、いやいや、プレゼントもじゃあもうこの方にしますか、この方にしましたね、ツイッターでね、誰かプレゼント洋服欲しい人は何時まで大丈夫ですか、いや一応50分で番組終わりますから、それまでに来た人は、ね、もう短い時間ですよね、そしたらね、そう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 、でもね、あ、なんかツイッター来ましたよ、来ましたよ、プレゼント欲しい人、そしたらじゃあ先着どうしよう、いや先着ちょっと来ましたよ今、じゃあ、はい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 、あ、何、じゃあ、わ、いっぱい来たんじゃない、これ、あ、また、あ、同じじゃないですか、じゃあそしたら金麦さんにプレゼントしますか、じゃあ金麦さんにねプレゼントしましょうね、はい、はい、美容に関して何しか欠かせないことはありますか、さっきねありました、言いましたよね、これは、はい、
これ終わったんだ、うんうん、人形は販売してるのでしょうか。これしてるんですか。これ販売してないよね。今は売ってないらしいです。可愛いですよね。これね、私もなな、この間から気になって。アズパン。アズパン、アズパン。アズパンちゃんです。そうそう、何パン、何パンってね、なんかフジテレビのアナウンサーじゃないんだけどね。可愛いですよね。そうそうそう。この前も。T シャツはありますよね。T シャツは販売してるの。販売してないのかな。あ、アズエリーのね、なプロレス大会が10月10日にあるらしいんで、はい、よかったらあのホームページ見て行ってください。はい。はい、そしたらですね、金麦さんにね、洋服プレゼントらしいですよ。プレゼントします。はい。わかりました。わかりました。はい、そしたらまだもうちょっと時間はあるんですけども、はい、あと今 JWC のね、うん、その日本大会に向けて見てる人に、はい、ちょっと何かアドバイス、アドバイス、ね、大事ですか。今月ですよね。うん、出る人に向けて、はい、あと1ヶ月以内、あと3週間、はい、4週間、はい、8週間、はい、ね、じゃあちょっと私からね、はい、ちょっとじゃあ宣伝、宣伝アドバイスをさせていただきたいんですけど、はい、どんな感じ。やっぱりあの悔いの残らないようにね、うん、自分のこう思った気持ちをこう出していただいて、うん、あの本当にこうあの練習ももちろん大事だと思います。そして本番もね、緊張もすると思うんですけど、とにかく楽しくあのやるのがいいのかなと思います。私もねすごい楽しみましたから、自分を出し切る、ね、結果をねやっぱり考えちゃうと緊張しちゃうので、うん、もう結果はもう全然考えないで、うん、とにかく楽しくスピーチして楽しく歩いて、うん、そして本当に思い出と思ってね、うん、これを 出ることがとにかく楽しいって、うん、いつも思うと、うん、なんかあの優勝してました。いつも優勝してました。いやいや、その毎回の過去ですよ、うん、でもまあそうですね、はい、まあ自分を出し切る、楽しむ、うん、出し切るってことね。そうです、楽しむ。でそうなんかメッセージもね、うん、自分の伝えたいことをこう伝えてもらって、うん、そのね、あのそのなんだろう、もう楽しいってことをね、もう表現してもらったり、うん、悔いに残さないと、ね、そうそう、悔い残らない、楽しむことがねすごくいいと思います。自分を出し切るってことが悔い残さないことですからね。そうです、そうです、やりきったって気持ちになってください、うん、皆さん、うん、やっぱりね、なんか練習したりしてると、うん、やっぱりその結果がおのずと出てきますから、うんうん、やっぱりウォーキングとかね、スピーチなんかも、うん、私もずっとスピーチの練習ね、うん、したりとかもしますし、あのそういうね、こうちょっとしたやっぱ努力が出ますのでね、そういうのもしてもらえるときっといい結果に皆さん、はい、あのスピーチ重要です。内容もどう、内容もそうですけど、スピーチ重要ですんで、はい、何をこの人は、うんうん、言いたいのか、はっきりその伝えること、うん、伝える力、伝える能力ですね、うん、伝えるってことは大事なんで、本当に相手に伝えることが一番大事だと思います。みんなに喋りかけるみたいな、そんな感じがなんかいいですよね、うんうんうん、はい、うん、そしたらね、時間がそろそろあれなんで、はい、ちょっと綾原さんもちょっともう一回あのお呼びしましょうかね。僕たちはもうかな、ちょっと待った、3人で出て、いろいろちょっとまたあの何か、3人揃えばなんとかのチェイじゃないですけども、はい、あの、はい、あれどっち来ます？じゃあどうぞ、綾原さん、はい、あ、じゃあいいですか、はい、僕はじゃあ僕は真ん中で、ね、センターと、大丈夫ですか、はい、はいはい、戻ってきました、綾原さん、はい、すいません、はいはい、おかえりなさい、どこ行ってたの、そうじゃないか、はい、これでね、JWC の2019-21、このね、うん、出た方々がね、今揃ってますけども、あと時間もね、もうちょいだけありますけども、はい、あ、僕からもちょっとね、もう僕からはもうほとんど言ったか、はい、もう今日の番組ではほとんど僕言ってますんで、次回のね、まだね、あの時間ちょっとありますけど、次回の、再来週、何日だったっけな、21だったかな、あれ、の水曜日、再来週の水曜日にも、2021の50代準グランプリの木下貴子さんと、あと宮崎あゆみさん、ね、このね、特別賞を取ったあゆみさんも一応出ますので、うん、直前ですけどもね、1週間前になりますけども、うんうんうん、19日ですね、19日、10月19日の水曜日20時からまた番組、2人出ますんで、またそういうアドバイス、宮崎さんはね、今もどん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 そういういろんなあの木下さんも含め、うん、大会でね、いろいろあのチャレンジしてる女性ですんで、うん、ぜひ直前の何かを聞いてみたら、うん、何かプラスになるんじゃないかなと。いいですね、1週間前ですから、ちょうどね、おすごい、ほとんど19っていうか10日前かちょうどね、はい、いいあのアドバイスを聞けて、もし聞ければと思いますね、ところが、はい、で2人からね、あと何か言い残したことないですか、うん、言い残したって、いや、あの皆さんへのアドバイスでね、言い残したこと何かあるね、いや、皆さんね、コテスタントだけじゃないんですけど、見てるのね、まあ、見てやっぱりその何かをこうキャッチしたいっていう気持ちで皆さんいると思うんで、ね、うん、でもなんかさっきのそういうなんか華やかなあのプロモーションビデオ、うん、素敵ですよね、まあ、ああいう風な形で僕の方で運営も頑張って、動画の方はね、撮影一応運営あの言ってありますんで、映像の方にメイキング映像すごいいいですね、そうね、だからそういうやっぱり綺麗な形で残しますんで、
はい、私の時なかったので2019年の時は映像の担当がちょっとどうだったんだろうね。いや、うん、あのメイキングに出たいから出たいなと思っちゃいました、うん、あでもあれ残るからねちゃんとね残るから、うんうん、そうそう、うん本当いいですね。いいいい何回もね見ていただいてやっぱイメートレって言ったらすごい自分がこう、ね、同じ会場も同じなのでね。そうですよね。うん、すごいいいと思います。で今年は何が違うかというと、去年まで全部、マウスシールドっていうか、うんマウスガードをフェスシールドとかマウスかちを全部してスピーチもやっていただいてたんですね。だからキラ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 ちょっと光っちゃってるんですけど、もう今年からオープンにして何もつけないです。もうここ今年からはもう何もその制限っていうのはしてないです。やっぱりその人のそのままをね、あの映像とスチールに残したいっていうのがあって、はい、でもすごいね、あのマウスシールドしてるのがね残ってるってことはさ、何年後かにね、うわこんな時あったねって逆に貴重なねもなるよね。こんなのしてたんだねとかね、なんかあれってすごいこう発声が難しそうですよね。いやだから声がそうだから、みんなね同じ条件ではあるけども、やっぱりこうあの声のね聞こえづらいっていうの絶対あると思うんで、それは今年は思いっきりあの唾飛ばせとは言わないですけども普通にやってください皆さんね。自分の思い残すことなくね、はい、もう堂々と一日をね、そうですしていただければと思います。だんだん時間ももうなくなってきたみたいです、はい、楽しんでください、はい、僕の番組ね、第1第3水曜日で、はい、まあ出演者か、あとはスポンサー、募集してますんで、ぜひですね番組を支えてくれる人、あとは番組に出たい方、ぜひどんどん PR して、2週間後にはこれもアーカイブで YouTube に上がりますので、はい、ぜひ2週間後にもまたこれ見れます。これ ね失敗しても残っちゃいますんでね、はい、はい、僕も毎週出て、毎週2回2月2日から僕番組持ってます。17回目です今日で、はい、出たい方は今回受賞ね、今度はされた方なんかも出させたいと思いますんで、はい、ぜひスケジューリングをね組んでいただいたら僕の番組出させてあげたいと思う、はい、去年の子たちもね、はい、終わってその週末にね2時間特番組んでいただいて、はい、僕2時間喋りましたずっと、すごいですね、まあ、ね、それが初でしたね、俺はここで喋ってるのね、そんなのでもなんとかなりましたので、はい、ローストビーフも美味しいので、はい、ローストビーフね、はい、もうすごいローストビーフ美味しかったです。それも副賞でありますんでよろしくお願いします、はい、じゃあこんなところでですね、また皆さん頑張ってください、はい、じゃあ皆さんありがとうございます、はい。